皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さて、一旦舞台地のリセットで戻ってきました。というのもですね、こっからですね、舞台を戻そうとしたらですね、あれ？誰かいるな。戻せなかったんですよね。引っ張ろうとしたんですけど、引っ張れなかったんですよね。あれ？誰だ？あそこにいるの？誰か寝てるか？あれ？誰だ？あれ？向こうにいるの誰だ？シェクリクルートがなんであそこにいるんだろう？どれだ？名前が光んないね。これか。とりあえず戻ってきてもらおうか。そう、ここに乗っけたらね、戻せなくなっちゃってね。これはまずいということでね。急遽。一旦全員戻しました。で、ここに関してはとりあえずね、89まで減ってるんですけど、ちょっとね、これ以上少なくなんないと。多分。壁に埋まっちゃってるしね。一旦離れようかなっていうところで、こんな状態です。で、今日は、2部隊ですね。目標は、バッドディースの真ん前あたりと、スタックのどっちか。多分、入り口2箇所あったと思うんで、どっちかに、建築していきたいなと。いったところです。そのための準備も、資材としては十分あるはずなのでね、即座に出発したいところ。プラス、まずあれか。この中駆逐しないとね。まずはここをやってしまいましょう。やってしまいましょうっつってどうにかなるレベルじゃないと思うけどね。解き放とう。さあ来ました。これ撤退するのかな、これ。街を荒らせてもらってんね。これちょっと食料奪われるの嫌だな。めんどくさいことなんだ。それめんどくさいから。どうしたもんかね。いっか、もう。だるいけど。どうしようもなんねえよな。この状態でやっちまったらもう、パンどうしようかね。あ、持てたわ。ちょっと一旦移して、いや、少なくともね、生活する分のパンはないと困っちゃうからね。多分根こそぎいかれちゃうと思うんだ、ここら辺のパンが。ホースさんは？ホースさんも一応持ってんね。持てる分だけちょっと持っといて、もう掘れなくていいわ、一旦ね。間に合えばガールこっちの方にちょっと持ってくるか。はいはい、街を荒らすってなってるからね。バトルする部隊は。即座に敵やっといて。よしよし、来たね。回収できるか。全回収ですね。よし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 。とりあえず回収終わったかな？とりあえず回収終わればいいだろう。さあ倒して。正直ね、敵の数多いからね。かなりきついと思う。てか普通に勝てないと思う。まあこればっかりはしょうがねえかな、やられちゃうのはね。どっか帰っていけばいいけど。ああ、帰っていくのもいるね。帰ってったら二度と来ないでもらおうかな。はい、帰ってってね。さあて、どうなるかな。あれ、意外と勝った？意外とやりましたね。まあ、何人かやられてるけどね。タコさんと。タコさんやばいね。いろいろと意識不明で倒れてない？治療して、みんな。
ダースティーも死にかけだね。一旦寝かそうか。で、筋肉もちょっと治療しといて。ペイストさんも生きてる？まあ、まずね、やっとね、ここの片付けを終わらせないとね、始まんなかったから。で、クラフティング台。製造か。クロスボウはもうちょっと作りましょう。これで作れるかだね。治療しといてみんな。で、フィッシュさんとかが持ってるパンを元に戻す。意外と取られずに済んだのかな、これ。はい。で、ここら辺に元に戻しといてって言ったとこでね。死人が出ないこと祈ろうか。みんな治療して。治療もしくはベッドに寝かして。で、このクロスボウを誰に持ってかせるかってとこだね。これもだよな。これは持ったままでいっか。はい、とっとと寝かして。フリック君大丈夫そうね。ん？あれ？今、ブラックドラゴン忍者いなかった？あれ？あれ？今、いなかった？あれ？気のせい？あれ？おかしいな。今、いた気がしたんだけど。あれ？今、赤くなってなかった？どういった？さあ、退治して。さあ、みんな頑張って。はいはい、頑張って、頑張って。はいはいはい、頑張って、頑張って。いけ！よし。武術家が。いけ！筋肉いけ！泉さんもパン持ってる？パンを持ってないか。あれか、ガルが持ってるパン戻そうか。いっぱい持っちゃったもんな。あと、これの手前もか。よし。ここにもパン戻しとこう。よし、こんなとこだな。あとは、おのおのでちょっと頑張ってもらうしかないな。ダースティーのやつどうしよっかね。とりあえず、舞台からは外しとこうか。砲台かなんかの警備にしちゃって。弾が作れるかなんだよね、問題は。ホースさん立ててる？いいね、ホースさん立ててるじゃない。ビップ君大丈夫？大丈夫そうね。よし、作って作って。ここに例の弾があるかどうかでね。作るもんが違うかもしれない。あれ？クロスボウ製作用。あ、俺作ったもん間違えた、これ。パーツベンチとかやった？俺、アローベンチ。こっちだった？うん、作ったもん違うな。完全に。こっちじゃん。
違うじゃん、作るもん。こうやって間にちょっと寝れる人寝とこうか。ダメージ負ってる人ね。移動させんのは A ラインと C ラインあたりにする？ B ラインもそのうち移動させたいけど、ABC はね。とりあえず A どうすっかな。ステイヤーフィストさんはいいんだけど。低いんだよな、地味な。この3人高いな。高いメンツを送るか。マックス入れるか。A ライン一旦待機かな。問題はこのベンチであの球が作れるかどうか。これじゃね？作れるね。これでしょう。鋼鉄チキン 0.8。バザーブレイド。砲台に、あれ？どこ行った？作れるね、これ。繰り返しの Q。これを作る者に1人任命しようか。ゴールさん。で、この矢をしまう収納容器が必要になるよね、今度ね。これじゃないな。これか、ボルト箱。ちょっとこれを作ってもらおうか。そうなってくると、誰が活躍するかとなったとき、ステイヤーフィストさんが一番いいよね。他寝なきゃいけない人寝て。めっちゃ食らってんじゃん。クロスボウ食らったな、完全に。あれ？なんでシェクリクルートかも。ちょっと待って。え、違うな。あれ？どうして？A ラインか。A ラインのステイヤーフィストさんに、これの取引を持ちかけたわけですよ。ボルトの長いのもあるんだっけ？あれ、そんなストックなかったっけ？重いのがないね。で、ちょっと一旦この人に預けるか。このでかいのいらないわ。ここら辺一旦預けちゃおう。これ別にいらないね。ここら辺は売り物として持ってっちゃおうか。で、回復が終わったら寝てもらって、ある程度回復したら移動だな。大丈夫ね、みんな。レイ君たちもちょっくら寝た方がいいかな。いやー、そうでもねえな。移動してる最中に回復するね。あとは移動が必要になる B ラインの方々、C ラインの方々を一旦こっちに寄せておきましょう。よし。で、他は、
コールさん今作ってる？意外と早くできそうじゃない？あれを舞台に戻そう。スティーアフィストさんをここに戻します。で、そのスティーアフィストさんにはこれをね、使ってもらいたいので、一旦この弾はボルトの弾こっちに戻しちゃうか。よし、こんな感じにしておいて、着てる服はクロスボウ効果が下がるね、これね。なんかいいのない？これはクロスボウ効果は下がらないか。ああ、誰か持ってんじゃない？さっき棒が預けたから、そこになかったっけ、なんか。ジャケットみたいにない？ジャケット。ジャケットないね。これでいい。クロスボウ効果上がるし、これでいいか。こっちは？クロスボウ効果上がんじゃない？これでいいや。ズボンはむしろこっちでいいか。ちょっともったいないけどね。よし。こんな感じにして、弾完成したね。とりあえず2つ。あんまし作りすぎても困っちゃうな。もうちょっと出来上がるの待つか。その間にここが回復してるでしょ。よし、回復してんね。レイクもちょっと回復させとくか。ステイヤーフィストさんも一旦寝て、ここで寝ればいいや。2つあと欲しいかな。もう1個だけ作ってもらったら移動しようか。1箇所しか作れないかな。いや、1個もあと1個でいいや。すぐなくなっちゃうかもしんないけど。で、一旦やめといてもらおう。鋼鉄チギまだまだ必要になるんでね。で、この状態でまだ敵来てない？敵も来ちゃうかな。敵まだ来てないよね。まだ来ていないという前提で動きます。ガルが食料いっぱい持ってるかな。いや、持ってんね。60とかあるもんね。鉄板もこんだけあるし、建築建材もあんだけありゃ、なんとかなるでしょう。ホウさん何しに行き？ホウさんちょっと待ってね。さあ集まって。敵が来る前に。ほら、聖なる襲撃も来ちゃうから。やばい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 。しつこいねー。敵さんも。鉢合わせそうだな。ちょっと一旦こっち側やってって。で、聖なる襲撃が発動するってことは、一旦隠れないとまずいな。いつものごとく隠れないとまずいですね。砲台警備についてる人たちはいいんだけど、ちょっとまた戻ってもらわないとね。よいしょ。フーミンとかもここら辺にね。番所も、七七さんも
ここら辺かな、多いの。リトルさんも、こんな感じでいてもらって、動物たちも避難をする。避難するついでにパンとかも持ってっちゃおう。いや、この準備があるとね、時間めちゃめちゃかかるんですよ。全部はいいか。全部はちょっと作ってる余裕ないですね。ここ来てもらって、で、いろいろな方々もみんな中来てもらって、ダスティもこれやっといて。ほら、ダスティ急いで。あれ、どうしたの、中入れないのか。なんか作ってある？違う。内装かなんかで見ないとって。ああ、もしかして入れなくなっちゃったんじゃない？これ解体しないと。よいしょ、いた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 。入れました。で、ここら辺の移動中の方々は一旦こっちに来てもらって。うわ、いっぱい来てない？もう出すとか、先に出すとか来ましたね。重い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 し、なんか変なとこ行ってるし。いや、あれ違うか、変なとこ行ってんのは別か。さあ、緊急避難急いで。もう動物たち持ってくのめんどくせえな。どうすっかな。動物たち持ってくのめんどくせえだわ、これは。担いで担いで。何やってんの？大丈夫かな？詰まっちゃうの困るな。とりあえずこっち行って。来るぞ。重い重い。で、とりあえず中に入れる人、なかなか入ってもらって、それでも入れない者たちがいるから、担ぐでしょ？担ぐでしょ？ああ、来た。ああ、来た。ああ、来たよ。で、速攻で塞ぐぞ。建材でも何でもいいや。入られなければいいや。とりあえずね。完全防御体制構築せよ。やべ、バークさんもいた。ここら辺入って避難しといて。よし、こんだけなら。収納容器、建築建材、防波堤となれ。よし、とりあえず避難は完了したかな。問題はここの舞台だ。
なんか来てるからね、気をつけてね。シェクリクルート、急いで。敵を退治しとけ。で、それとは別件で、移動しといて。ここに部隊入ったね。部隊が入ったなら、収納容器。こんな感じだな、とりあえずは。あれ、泉さんダメだわ、もう諦めよう。泉さんは諦めます。はい、倒して。ほいほいほい、頑張って。あれ、ちょっと待ってよ。ダメ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 、そんなもん撃っちゃ、あ、やばいんじゃない？大丈夫？この辺のメンツがね、弱すぎるんだよ。ああ、来た来た来た。聖なる襲撃も来ました。やばいね。早めに早めに脱出しよう。さあ、早めに脱出して。あ、ここやられたんじゃない？これ、サクッとやられたな。はい、ついで。担いだ。あ、マジか。はい、担いで。ああ、全然予定外。全然予定外よ。あそこの聖なる襲撃どうなっかな、あれ。あ、やり合ってるわ。アホだ。脱走盗賊とやり合ってますね。いるしいるし。いるしだけやって。さあ、行きましょう。砲台部隊たちが頑張ってるかと思いますんで、我々は無視していきましょう。ちょっとね、1個しか作れないかな。移動を考えて、バッドディース行きましょう。やべ、気づかれたんじゃない？あ、めんどくさい。めんどくさいことになった。専門部隊に任せた方がいいね。専門部隊に任せた方がいいね。集団で移動するとめんどくせえな。こっちら弱いから。弱い奴らが入っちゃうとね、ファイブアタックスロットの意味なくなっちゃうんだよね。むしろこいつら動かなくていいぐらい。ああ、行かなくていい、行かなくていいよ。余計なことしないで。我々の目的地だからね。やべえな、行けるかな、これ。結構きついぞ。とりあえずこっちの方まで進んで大丈夫そうだね。進んどいて。よしよしよし、逃げといて。大丈夫だよね。なんかすげえやり合ってるけど、おとりにしていきましょう。誰か重いんだよな。ちなみにこの人は持ってるもん。これ置いちゃえ。だいぶ軽くなったんじゃない？これで。よし、負荷なし。だいぶ軽やかになったはずだ。ああ、前方からいる、前方にいるね、パラディン部隊が。どうすっか。こっち渡る？
曲がってこないことを祈りましょうか。バットディースのどこに立てれるかだな。正面に立てたいですよね。かつ、通り道。まあこんな風に全員で行かなくていいんだけどね。先行部隊、石膏部隊が先に行っちゃってもいいんだけど、それやってもね、倒れる可能性あるしね。で、建築するなら一気に建築したいしね。この人数でやれば早いでしょう。聖なる襲撃が終わったって。なんかやった？なんか入ってきた？これ入ってくる前にさ、もう何もやってねえじゃん。何もされてないわ。何もされてないならもう戻るか。じゃあみんなね、おろす。おろしていいのかちょっとわかんねえな。おろすなんて言っちゃったけど、はい、お仕事戻ってね。戻っていいですよ。で、問題は誰が担いでるかっていうね。おろす。ブランド。ブランドは、おろす。ペイストファームか？違うな、こっちか。ペイスト。おろす。タコ。おろす。筋肉。おろす。よしよしよし。あと、コールさんか。おろす。自由だ、皆のもの。自由なんだけど、このガルが持ってるご飯、あれ？まあ、いっか、パンあるもんね。パン50あれば足りるでしょう。とりあえず、ここの舞台。重い。めっちゃ重い。読み込み中。バッドディースだけは完成させてえな。もう、最初の前半戦だけでも30分ぐらい経ってるからね、もう俺。たぶん、いつまで来るんだって話だよね。58。徘徊部隊数977とかいかれた数字になってるし。ほんと困っちゃう。向こうの先だよな、確かな。バッドディースって。いけるかな？素直に通れるでしょうかね。ちょっと怖いね。向こうなんやね。確か。そう。向こうなんだよね。素直に通れるでしょうか。大丈夫、いない？いなそうね。いや、本来ならこうしたいけどね。こうしたら早いよ、ほら。早いんだけど、遅い人がいるわけですよ。大丈夫かな？あれなんだ、あれ。逃亡した召使いが戦闘状態になるかちょっと怖いね。こっちだな。どこまで立てれる？見えるね。あそこだ。どこまで近づけっかな。ん？めんどくせえ、上だよ、と。めんどくさいことになった。あれ来るだろう。ちょっと気をつけよう。めんどくさい。あいつらちょっとめんどくさいぞ。一旦待機。来たね。隠密。皆の者隠密。なんかもうバレてるけど。誰かがバレている気がする。はい、行ってね。
これ傭兵か。傭兵なら気にしなくていいね。ゴー。一気に進め。一気に進めるぞ。あ、危ない。一気に進めると言ったけど、問題はどこに建築できるかなんでね、これね。絶対手前建築できねえだろう。ストームハウス。出たや。こういうことだよね。こっちか。あっちだな、作るとしたら。まずはここに1個建てるしかなくなっちゃったな。そうね、建てるとしたらあそこか。限界点が。後ろからなんか来てない？傭兵か。あの傭兵は話しかけといていいね。ああ、フリ君担いでんのか。よし、向こう行っといて。傭兵味方にしとこう。いざという時のミートシールドになる。話しといて。ホーリーネーションいるしね。ボディーガード。よし、2000キャット払った。そうしてる間にこっちの部隊は。はい、急いで急いで。やられちゃうぞー。最後一気に。あれなんだ、リバーラプターか。リバーラプターもまあまあ味方と言っても過言ではない。よし、急いで建築するぞ。さあ急いで。向こうにいんのはいるね。いますね。で、ここで、誰だ？あれ？どこ行った？この人。あ、いた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 。まず16個でしょう。これから始めないと話にならない。さあ、みんな急いで、命がけで建築するよ。さあ、みんな建築して、急いで建築して。ちょっと遠いよね。でもね、こっちとこっちが門なんだよな。もう一個作りてえな。2箇所作りたいよね。こっち側はどこまで建てるの？あー、きつい。きついわ。全然建てれない。さあ、みんな急いで。めっちゃ時間かかるね、意外と。こんだけの人数かけてんのに。よし、急いで急いで急いで。いいね。で、それとは別に風力発電を2個ぐらいかな。だから、これを建てたことによってさ、前にスモールハウス建てれない？建てれるでしょう。前に作れんじゃない？もうちょっと前に来たわ。よし、来た。ちょっと申し訳ないけどね。立てさせてもらいますよ。
ここまでな。ちょっと一旦隠れるか、どうするべきか。あそこの前まで行けるなら1個で十分だな。また16個だな。この距離にあればもう撃てるよね。いけっかなこれ。ちょっと怖いな。こう急いで立てれればここでかいね。これ敵のあれもあるしね。立てれるこんなとこに。ラプターたちが、リバーラプターたちが体を張ってくれてるから、今こそチャンスよ。これさらに真ん前置けたらやばいけどね。これで真ん前置けたらすげえな。てか真ん前置けてもきついよな。どう立てるって話になっちゃうよね、これ以上前に。さすがにきついか。ここらが限界になるな。こっからでも十分かな。撃てっかな。まあまずはここにしようか。でそれ以外に必要なものが、まず風力発電は2つ欲しいよね、電力として。小型風力が2つ欲しいよね。で当然この上にスケルトン治療ベッドがね、2つは欲しいかな。3つ作るか。ここ1個で落とす気なら、いやここに4人ぐらい置くと考えれば、2つあれば十分だろう。どれだっけ、内装か。2つ置くと考えて、真ん中に2つ置かしてもらって、で防衛としてハープーンの照明付きを1、2、反対側にもちょっと、せめてね、逆方向にも欲しいよね、それぞれ。ここにも欲しいかな。あれ？で、メインは向こうに、こんな感じで作りたいな。で、これを作るための材料っていうのが、大量に必要になるわけですけども、この人に、あれ、ガル来てないの？誤算だった。ちょっと待ってろ。はい、来た。大量に、もう大量に持たしちゃうか。とりあえず入れてもらうしかないもんな。めっちゃ重くなっちゃうけど。よし、とりあえずここの2つを入れたね。をやってる間に、ものすごい距離立てといてもらって、はい、急いで。ハープ入れたね。よし、入れて。開脚セットで必要だからね。よし。電力ないと話にならないからさ。どうだ、全部入れ切った。多分全部入れ切ったんじゃない。
ここにある分は。入れ切ったってことはもういらないってことよ。戻そう。で、あっちの建物壊さないとな。よし。ヘドリックどうしたの？ヘドリックどうしたのよ。建材拾わないとね。そんなこんなやってる間にちょっと建材を拾いに行きましょう。回収が必要です。複数にね、建ててるとこ悪いけど、数人ずつぐらいちょっとね、別々のもの建てに行ってもらおうか。はい、頑張って。現在拾ってって。やっぱね、手前でね、ちっちゃいスモールハウスを建てて、前線にやった方がいいな。はい、作っといて。さあ、次回以降楽しみになりますね、こっち側も。防衛ライン構築です。よし。どう、みんな立ててる？サボってる人いない？サボりすぎよ。結構戻ってきた今。で戻ってきてね。オッケーオッケーオッケー、急いで立てて。あれ足りてねえじゃん。まあとりあえず作れるとこだけ作ってもらって、それやってる間に鉄板7と銅1個、これをここに入れると、で立てて作って作って、いいよ、ガンガン作って。ベッドは出来上がったね。 で数人そっち行って、まあ、一気に作るよ。はいはい、まだ稼働させるね、ちょっと早いからね。で、ダメージ負ってる人を寝て。よし。これ誰残すかだな。これ。よし、出来上がったね。ここでとりあえずの形はなしたんじゃない？よし、こっから何人を残していくか。ここの舞台かな。遅かったしね、足。ちょっと待って、全員移動しちゃった。ちょっと待って、一旦降りてきてもらって、足の遅かった B ラインの方々ですね、一旦上がってもらっていいですか。プラス C ラインから一人送ろうか。ホースさん。よし、このメンツかな。早速ついてもらって。
あ、やばい、来ちゃう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 。あれ、仕事放棄する？困っちゃうんだけど、それ。つかないね。ちょっとこれセーブ&ロードしないとダメかな。なんかうまくつかないですね。で、中に入られると厄介なので、もしかして建物壊しちゃったせいかな。嫌な予感する。大丈夫か。とりあえず収納容器で、入り口も埋めとこうか。とりあえずもうこれ以上は、我々、どうにもできないからね。よしよしよし。こいつ危ねえから。よし。こういう、うーわ、めんどくさいことになった。そっち行く。おいで。オッケー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 。はい、とりあえずね、こっち側は完成はさせました。ただね、なぜかね、今ついてくれないんですよ。セーブ&ロードすればどうにかなるかな。砲台の警備にちょっと、あ、どっか、これかな。あ、ついてくれた。よし。一旦ちょっとこれ、もう一回付け直して、消して。よし。これでとりあえず、形としてはね、成り立ちましたんで、ここの舞台で、とりあえずね、入り口2箇所あったと思ったけど、1箇所だけみたいですね。ここですね。ここの敵をどうにかして倒していきたいところと。いうところで、とりあえずの、まあ、しばらく放置する前線基地という形でやっていけたらなと思います。早速こうやって来るからね。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。次回は残った資源を持ってですね、残った資源まだありますので、もう一箇所ですね、スタックの方に行きたいなと思います。で、それをやったら、ちょっとウェイステーションの方に買い物という形で、今、ガルさんが持ってるものですね、こちらの方をですね、ちょっくら売りに行って、建材等の買い足し、などをまたちょっとね、やっていけたらなと思います。ここら辺消しとくか。もうあれだもんね。新しいものについてもらうからね。はい。さあ、今後ね、ここどうなるんでしょうかね。出入り口はとりあえず向こう側以外はこっち側に1箇所という形でおびき寄せられるかだよね、これね。なんてここにいるからね、クロスボウ砲台がこうくっついてるからね。ここら辺の敵が動かないとちょっときついよな。一方的にあと撃てないよね。まあ、ここら辺で敵倒せば、回復させに来ると思いますんで、それをとりあえずひたすら撃ちまくるという戦法で削っていけたらな、と思います。こっち側も撃てんじゃない？ここら辺。届くんじゃないかな？届かねえかな？はい。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。